20歳を祝う会が14日、新庄市民文化会館で開かれ、出席者は、友人との久しぶりの再会を喜びました。この3年間、皆さんだけではなく日本中がですね、本当に大変な苦労に巻き込まれたなと思っております。百馬先生、僕は小学校の先生を目指しておりまして、それはやっぱりこの地で学んで、やっぱりそういったこう環境を支えられるような存在になりたいなと思って頑張っております。久しぶりに皆さんいて、変わった人もいたけど、あんまりみんな変わってなくて、ちょっと面白いなと思いました。やっぱいいとこは変えずに明るく元気に生きていけたらいいなと思います。専門学校に行ってて、まあスポーツとかそういう医療とかそういうのにまあ携わってて、そういうその新庄に帰ってきて、あの新庄市でまあそういう新庄に関わりながら、こう新庄をどんどん活性化させていければいいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。